前田先生のグラージュ試験講師ですね。ライブでの試験講師で勝率 71.7%、 実質 74.5%、 平均1回の利益ピップ数 11.7 ピップス。これは FX 投資ですね。で、最大オープンポジションが、3個になってます。でシグナルが出てから判定は19時間後ですね。約で78ラインですね。今15分足ですから、その78倍が約19時間ね、GPH ね。ちょっとポップコーン食べながら、シグナル出てから大きく落っこちましたね、予想通りにね。ただ上昇することはあります。こうきますと、2時間ぐらい前ですね、シグナルが出まして、ね、これライブ講座です。約1ヶ月間だと思うんですかね。で、51回シグナルが出てます。このシーケンスというか戦略方法が通用すれば資金は、ね、増やす。というわけですね。3ロットぐらいでね。その損切りをここに出てます。この赤点が出たら決算します。思わぬ暴落とか構造、まあストップ入れてます。ここはね、利益金は強くします。ずらーんと落ちることがあります。これにはここすごいですね。こんぐらい落ちていますから、ね、ここら辺も、このシグナルに対してはこれ、に対してはこれ、これだね。じゃないか、
少しかかったのよな、ね。